一連寺雷の手形、または手形傘は山梨県に伝わる伝説。甲府の自習寺院である一連寺に伝わる伝説で、江戸時代の甲府金番詞の日記である恨み寒話に記されている。昔、一連寺で葬式が行われていたところ、突然にして空に暗雲が立ち込め、凄まじい雷鳴が轟くとともに暴風雨となり、 参列者たちは大いに恐れをの,のいた。和尚の朝比奈は、寺の塔の上で度胸していたが、その塔の上に雷が落ち、雲の中から毛だらけの大きな手が出てきて、和尚をつかもうとした。合力の和尚は手を伸ばして、怪物の腕を掴み返し、しばらくの力比べの後、怪物は、雲の中から引きずり下ろされた。怪物は、逃げようとしたものの、和尚に組み伏せられて逃げることができない。 走行ううしているうちに、風がやみ、黒雲も消えた。怪物は、雲が消えては天へ帰れないと命乞いをしたところ、和尚は、寺や檀家を、嵐や雷で襲ったりしないと誓うなら、許してもよいと言った。怪物が承知したところ、和尚は証文を書くようにと硯箱を出した。怪物は、私は怪物なので、字を知らない。証文だけは勘弁してほしいと頼んだ。和尚は、 ならばこの爪を手のひらにつけて、日傘に手形を押せと命じたので、怪物は言われる通り、傘に手形を押した。以来、お尚は、葬式の時にはその手形の押された日傘を刺すようになり、怪物が雷を落とすことは二度となかった。国中がこのお尚の合力を尊敬したという。現在でも、この傘は寺に残されており、七月の虫星に参詣すれば見ることができるという。 ありがとうございます。